来るから。今来ちゃったじゃん、あれ。あれ来たかった。駅の方に行かなくて。でも近くで見たいの、近く。ちょっと。
何見に来てるかって新幹線がね、どの電車か分かんないけど、ちょうど小町が来たことになんか気づいてすごいことやってて、サフィール踊り子がよーし、手振ろう。はいはい、手振る、手振れ。はーい、おしまーい。テレビと切れに行ってるのしっかりとね休んどきなからだ。あー来るね新幹線、いい趣だ。お金はかかるけどね、えぇーしほんとくそ、何がしっかりと全部さずーっと住んだ大きな車に音が好きなんだ。うん、だからね新幹線じゃもう見に行ってないんだ。新幹線で見に行った。この新宿ラインが来たら手振るから、仙台。東京に行った時の前期だいぶカメラぐらいがきて、一切わかんない。ここだったら綺麗に。これ出てくるとね、ヒューカメラの特徴の音がある。それが好きなんです。あの音で新幹線。バリバリ言われてもそういうことね。昔はパンタグラフ歌ってたのにね。やべ、そっち。結構持った、持つの。あとは動画に。やべえ。ね、ラジオだとパンダウェイを行くと言ってたんでしょ。パンって持ってるんだよね。どんなもんでしょう。昔は新幹線で、お前の顔新幹線だったんですよ。めっちゃ綺麗です。こっちが表現終わった今。めっちゃ光ってますね、顔ぶっせぇ。何が何文字にそろそろじゃない、なんか来てよ。あの、茶色みたいな。あ、茶色っぽいじゃん。茶色っぽい。キノコ。あれ、マックスだよ。なんだ、一番どうするか、おいしいね。なんだ、あって。なんだ、あって。給料が2,900円だから、積み込みが。
どうですか。はい、なんでしょうね。顔薄い。そうお前。薄い。ニキビ見えてる。だからどっか行くの。だからこう行ってこうやって帰りは取り寄って買い物して夜帰ろうと。Thank you.